タージ。そういえば、確かに長い間あいつを見てないな。時には過激な手段も取るが、決して己の心に反することはしない真っ当な人物だった。それじゃあセノはあいつが犯人と思うか？わからない。ムルタタの剣があいつにどれほどの影響を与えたのか、俺には想像もできないよ。人は変わるものだ。俺にもそれを否定できない。子供を愛する感情なのか、それとも別の意図があったのか。今の彼はどんな人物なのか、俺たちは自分の目で確かめるしかない。そう、いずれにせよあいつがこの件に関与し、情報があるにもかかわらず報告を怠ったことは紛れもない事実だ。だからこそあいつに会うんだ。理由を聞いて審判してやる。さあ先を急ごう。起源の庭なんだよな。本当に宝物はあるのか？うう、緊張してきたぞ。危ないことなんか起きないよな。心配するな。俺がお前たちの安全を守る。
久しぶりだな、セノ。最近どうだ？ここに現れたということは、ほぼ調べ終わったということだろう。思ったより早かったな。新たな相棒のおかげか？ああ、調査はほぼ終わった。だが一番重要なことにはまだ答えがない。お前がやったのか？缶詰知識の密輸に起源の庭の研究。そうだ、俺がやった。なぜこんなこと？そりゃ何とも答えづらい問題だな。俺は変わったと思ってくれればいい。臆病になり、利己的になり、自分のために利益を確保したくなったのさ。俺はお前がそうなるとは思いもしなかった。そうか。人は皆最後にはこのざまだと思うがな。若い時は何も思わず、ただひたすら前に進み、心の中の正義のために生きてきた。だが年を重ねるにつれて慎重になった。多くのことが間違ってると分かっていても、みんな見て見ぬふりをする。俺も同じだ。以前の俺ならば自分のしたことを疑うことなど決してなかった。だがムルタダが死んでから、自分がしがみついていた正義が徐々に崩れていくのを感じた。何事にも一生懸命取り組んできたのに、気づけば老後は一人だ。生きることも死ぬこともできない。その辛さを想像できるか？ムルタダを投獄し、俺を追い詰めたのは俺自身だ。あの子は死ぬまで俺を憎み、俺は今も痛みと後悔を抱えながら生きてる。俺は父親失格だ。だが今その後悔を取り返し再会するチャンスが俺の目の前にはある。それが起源の庭だ。ここには生死を覆すほどの力があり、死者を生き返らせることもできる。欲しいものは手に入ったか？ふん。後ろの扉を見ろ。宝物はその扉のすぐ向こうさ。もう少しなんだ、セノ。君はこんな時に来るべきじゃなかった。君が来るのがもう少し遅ければ。もしなんてことがそんなにあるわけがない。起きたことを変えることはできないし、死者を生き返らせる方法などありえない。宝物なんて言われるが、所詮は噂に過ぎないんだ。そんなに自信があるなら扉を開けてみてもいいだろう。それはダメだ。扉の向こうには危険を感じる。開ければ取り返しのつかないことになる。元相棒として最後の願いも叶えてくれないというのか？君もそろそろ察しただろう。情け容赦なくことをさばいても、周りの人々はどんどん離れていくだけさ。俺が最高の例じゃないか。そんなことまで考えていない。もし原則を守る道が一つしかないのならば、俺は最後までそれに従って歩んでいく。これ以上話しても無駄か。まあいい。君の槍術の腕が上がったかどうかお手並み拝見といこう。この力、逃げ場はないぞ。裁きの雷、手をつなぎなしは騒乱の憩い。その力どうだ、前とは違うだろう。起源の庭に入った時新たな力を手に入れたんだ。だがこれはまだあくまでも一部に過ぎない。後ろの扉を開けば
完全なる力を獲得し生死を超えられる。まずい、あいつを止めないと。そうはさせない。それはどうだろうか。君も傷を負ってるし、俺を止めるのは決して簡単なことじゃない。だいたい命を懸けて代償を支払う覚悟はあるのかな。そんなことは関係ない。最初に組んだ時、君も同じように前に進もうと必死だったな。あれからだいぶ経つのに、君は相変わらずだ。お前もな。リストと地図を置いていたのはわざとだろう。俺たちがここにたどり着けるように。さっきのだって演技だろ。その格好でリストに書いてあった連中は騙せただろうが、俺は騙せないよ。最初は怪しいと思う程度だったが、手合わせで確信した。分別がつかなくなっているなら、双日だって以前のままであるわけがない。え？どういうことだ？最初からその扉を開くつもりなんてなかったんだ。こいつの真の目的は。うわぁ！でっかい音がしたぞ！何があったんだ？時間があまりないようだ。手短に話そう。ムルタタが亡くなってから、俺は長い間落ち込んでいた。現実は悪夢で、目が覚めたら、またあの子の見慣れた笑顔が見られると、いつも願っていた。そんな時、秘伝の庭を探すために俺の力を求める者が現れたんだ。経歴を調べたら、巨大な組織が背後にいることが分かった。各業界から来た人たちは欲望に駆られ、数えきれないほどのお金をつぎ込んで密かに研究をしていた。秘伝の庭を権限させようと命を捧げたこともあった。道理で起源の庭に関する研究を禁止しても、次から次に見つかるわけだ。背後に手引きしてるやつがいるんだな。俺は頑固な石じゃない。当然迷ったよ。ムルタタが戻ってくることを期待しながら、理性がそうしてはいけないと叫んだ。苦悩に苛まれていた時、ふとある考えが浮かんだ。起源の庭、人の心を惑わすこの場所は数百年も昔から悲劇を生み続けてきた。この場所が存在する限り、ムルタダのようにそれを求めたばかりに代償を払う者はこの先何世代も続くのだから、流砂の中に永遠に埋めてしまおうと思ったのさ。起源の庭がなくなれば、それに執着する人もいなくなるはずだ。そうだ、信仰が崩れ去ったように見せかけたのは、奴らが何の疑いもなく俺と手を組むようにだ。それを利用し、起源の庭を探し出して破壊しようと思った。だがそれで終わりじゃない。その組織を審判する信頼できるものを探す必要がある。教令院は起源の庭に関する研究を禁止してるから、俺の計画を初めから認めてくれないだろう。それに組織の勢力はかなり大きい。教令院の中にも奴らの仲間がいる。手っ取り早く奴らを取り除くには、教令院だけに頼るわけにはいかなかったんだ。だから黒幕のふりをして俺の心を試したのか。すまなかった。だが安心したよ。君は人当たりの良い人になっちゃいなかった。相変わらず大胆不敵で誰にも屈せずにいるとはね。ここはもうすぐ崩壊する。君たち早くここから離れなさい。待て、お前は行かないのか。外にはまだ捕まえなければならない悪い奴がたくさんいるんだぞ。こいつはもうここを離れられない。生の気配がほとんどない。
まるで燃え尽きたろうそくのように。この計画を考え始めた時からこうなると分かってたんだろう。裏切り者として扱われる危険を冒して奴らと手を組み、自分の命と引き換えに起源の庭の扉を開き破壊する。缶詰知識の流通に目をつむったり、起源の庭を研究したり、どれも立派な重罪さ。俺が下す最後の審判だと思ってくれればいい。それにいつも仕事に追われてムルタダの願いを叶えてやったことは一度もなかった。起源見つけるのはあの子の再会の願いだった。ここで再会すればきっとあいつも俺を咎めないだろう。リストに載ってる奴らについては君に任せたぞ。とんでもない迷惑を残すことになってすまない。何を言ってる。俺たちは相棒だろ。ムルタダに会ったらよろしく伝えといてくれ。さあ行こう。パパ、どうしてみんな僕に厳しいの？一緒にサボってても叱られるのはいつも僕だけ。構わないでよ。父さんの評判を落とすようなことはしないから。分かった、和解しよう。父さん、僕はやっと研究したい方向を見つけたんだ。相談する余地すらないのか。なぜだ。なぜなら俺たちはマハマトラだからだ。